スパローネのサンタクローチェ要塞協会。スパローネ要塞、またはアルドゥイーノ要塞としても知られ、伝説によると、アルドゥイーノがここで皇帝ハ範囲理ヒ二世に抵抗したという。アルドゥイーノ・ディブレアは、ディブレア編教博及び、イタリア王。アルドゥイーノは955年頃生まれ、母方の祖父鳥の編境博アルドゥイーノから名付けられた。父親のポンビア博、 ダドーネはイタリア王ベレンガーリオ二世の老いであった。990年、アルドゥイーノは親族であったコンラードの後を継いで、イブレア辺境博となった。コンラードはベレンガーリオ二世の息子で、鳥の辺境博アルドゥイーノの娘と結婚していた。アルドゥイーノが夫を三世に任命されて、辺境博となったのか、それともコンラードの後継者として、辺境博を継いだのかは不明である。 950年のベレンガーリオ2世による再編成以降、イブレア変境白領は、ブルガリア、イブレア、ロメド、オッソラ、ポンビア、スタッツオーナ及びベルチェッリの各白領、イブレア、ノバーラ、ベルチェッリ及びビジェーバノの各教区、及びパビーアとミラノの教区の一部からなっていた。997年、アルディーノは、 ベルチェッリ司教を殺害したことで破門された。アルドゥイーノは1002年に夫を三世が死去した後にイタリア王となったがハインリヒ2世も王位を主張した。アルドゥイーノは最初パビーアのロンバルド人に選ばれ皆よりカエサルと呼ばれたという。一方、ラベンナ大司教フリードリヒに率いられた教会勢はシンドイズをハインリヒ2世側についた。ハインリヒ2世は ケルンテン皇王と一世を送り、ベローナ編脅迫として、アルドゥイーノと対峙させたが、アルドゥイーノは、ファブリカの海戦で勝利した。ハインリヒ二世は1004年3月に、ドイツを立ち、大軍でイタリアを占領し、同年4月9日に、トレントに到着した。ハインリヒは、アルドゥイーノとベローナ近くであったが、アルドゥイーノはそこに、自分の、 かつての支持者がほとんど現れなかったことに失望した。ハインリヒはイタリアの首都であったパビアに入り、5月14日にサンミケーレ協会で王として退官した後、アルドゥイーノをかくまった、この都市を焼却した。このことで、イタリア人は皆これに恐れをなし、同時に非常に怯えた。アルドゥイーノへの信頼はこの時より薄れ、ハインリヒ二世の権力は至るところに広まったという。 アルデイーノは裏切った者たちに復讐をした。ミラノ大司教アルヌルフォによると、彼はベルチェッリを占領し、ノバーラを包囲し、コモを占領し、彼に敵対した多くの都市を破壊した。最終的に疲れ果て病気になり、王国を奪われ、フルットアーリア修道院で満足した。そこで祭壇の上にレガリアを置き、貧者の衣をまとって眠りについた。彼の死後、 イブレア偏境白料は解体された。彼の名は、オープンソースハードウェアプラットフォーム、アルドゥイーノの名称の元となっている。アルドゥイーノはエステケのミラノ偏境白オベルト2世の娘、もしくは、トスカーナ偏境白、ウベルトの娘と見られるベルタと結婚し、三男を設けた。子孫から、後のイブレア白、および、アリエ、ブロッソ、カステラモンテ、フロント、 リバローロの白が出た。ありがとうございます。